ょっとこういう扇風機がぐるぐるずっと回ってる動画って再生回数多いですよ。ハロー、大家好、皆さんこんにちは、フィルスデイさっちゃんです。今日はですね、いつもと違ってすごいゆるい日常動画になってます。っていうのも、うちのお母さんがすごいFacebook を見るのが好きな人で、台湾の Facebook にはありとあらゆるいろんな広告が流れてくるんですよ、こう見てると。で、いつもなんかうちのお母さんが、あ、いいな、これ欲しいなって思う商品があるたびに、私にね、見てこれどう思うってこうすごい欲しそうな目線ですごい買ってアピールをされるので、で、なんかまあいろいろなんか買ってるんですけど、今日はそのうちの一つの商品で、あのミニ洗濯機っていうものがあるんですよ。で、今回はそれを買ってよかったので、ちょっと皆さんにご紹介したいと思います。で、うちのお母さんがよく見てるのは、なんか主婦の味方みたいな、収納グッズだったり、あとなんか家具だったりとか、結構あの動員 TikTok で流行ってるものが多みたいです。で、今日紹介するのはミニ洗濯機なんですけど、もともとうちのお母さんが欲しかったものは靴を洗う専門の洗濯機だったんですよ。なんか中国語で解放妈妈的双手って書いてあって、あのお母さんの両手を解放してあげようっていう意味なんですけど、で、当時うちのお母さんが動画見てこれ欲しいって思った動画、多分まだあると思うんで、ちょっとこちらに貼っときます。はい。で、こんな感じで、あのぐるぐる回るんですよ。で、洗浄力も、まあ、なんかすごいらしくて、で、洗濯機の中にもブラシがついてて、こうぐるぐる回るので、すごい綺麗に洗えるみたいです。で、私もこうお母さんに見せられて、あ、これいいなって思ったんで、あ、じゃあ買うよって言って、その広告から購入のリンクに飛んでいけるんですけど、で、確か結構いいお値段で売られてたんですよ。で、私はこんなにしないだろうと思って、シャーピーとかで売ってるのかなと思って、シャーピーで探してみました。普段だったらタオパオで購入してると思うんですけど、まあ、今でも台湾では普通にタオパオのものが買えるって友達から聞いたんですけど、現在非常時ですし、皆さんもご存知の通り台湾の検疫ってとっても厳しいと思うんですね。このケンタッキーも別になくてはならないものではないので、検疫の方たちのお仕事を増やしたくないなと思って、今回はタオパオではなくて、あのシャーピーで買うことにしました。で、シャーピーでいろいろ見てたんですけど、うちのお母さんが見たのと同じ靴洗い機がちゃんとありました。ただその商品もシャーピーなんですけど、中国から発注って書いてあったんで、それもやめました。で、もともとうちのお母さんが見てた売り場の方も中国発注だったので、で、ちょっと割高ですし、だからなんとか Google で台湾製の靴洗い機ないかなと思っていろいろ調べてたんですよ。そしたらこちらが出てきました。ただちょっとタイプが違って、台湾製だと、ま、私が調べた限りこれしか出てこなかったんですけど、これは回らないタイプなんですよ。いい点は多分すごい静かだと思うんですけど、で、うちのお母さんはこうぐるぐる回るタイプのものが欲しいみたいで、あと、もうすでに台湾にある中国製のものだったらいいけど、わざわざ中国から発注するようなものは今は、まあ、みんなのためにも控えようねって思っているので、もともと欲しかったぐるぐる回るタイプのものは中国からの発注しかなくて、でももう一つは台湾製だけど回らないしって、いろいろこう見てたんですよ。で、私がいろいろ調べてるうちに出てきたのがモモゴーっていうところで、靴専用の洗濯機ではないんですけど、ミニ洗濯機みたいなのがあって、しかも洗濯プラス脱水、ちゃんと両方分かれているタイプで、ちゃんと台湾に在庫があるものだったので、まあ、靴の洗濯機は今の状況がちゃんと落ち着いて良くなってから買おうってことで、まずこのミニ洗濯機の方を買いました。で、うちのお母さん曰くこの洗浄力がすごい良かったみたいなので、今日は皆さんにご紹介したいと思います。で、今日その洗浄力を検証するものがこちら、じゃじゃーん、汚れに汚れたランチョンマット。でもこれ実は実際見るともっともっと汚いです。今ちょっと白飛びしちゃってまだ白く映ってるんですけど、じゃじゃーん、実物がこちらです。結構届いた時には思ってたより大きいなってちょっと思いました。で、こっちで洗ってこっちで脱水する感じです。まずちょっと使い方をお母さんに説明してもらいます。はい、やっやっ、なるほど。なんかお母さん曰くこれが付属のホースでちょっと長さが足りないみたいで、こっちの自分のホースを使ってるみたいです。
とりあえず水は自分で入れなきゃいけないスタイルなんですけど、豆乳15分、うん、これだけ、これは海水ね。ああ、うん、こっちは、うん、ああ、なるほど。おー、回ってます、回ってます。これって開けていいの？なに？おー、あの、洗浄中に開けて洗浄中に開けて中を確かめることもできます。こういう洗濯機がぐるぐるぐるっと回ってる動画って再生回数多いですよね。こういう洗濯機がずっとぐるぐる回ってる動画を見るのが好きな人もたくさんいますよ。どうなんだろう、これって癒されるのかな。うん、まあでもなんか結構水が黄色く汚れてきたような感じがします。早い。じゃあ閉めて待ちましょう。いや、楽しい、そう、楽しい、ギャンブルするし、すごい綺麗。おー裏は、うんうん、おー綺麗綺麗。はい、洗ってみたんですけどなかなかの洗浄力ですよね。正直私もあんなに汚かった汚れがこんなに落ちるとは思ってなかったんですけど、うちのお母さんが初めて自分で洗った時にちょっと音は大きいかもしれないけど家にある大きな洗濯機よりも綺麗に汚れが落ちるって言ってました。あの大きな一般の洗濯機でもなかなか落ちなかった頑固な汚れがすごい綺麗になったよって興奮気味に言われたので、多分お母さんには結構喜んでもらえたんじゃないかと思います。でも確かにあんな汚いものを自分の服と一緒に洗いたいとは思わないし、かといってあれだけの少量を普通の洗濯機で洗っちゃうとちょっと水の無駄遣いなんじゃないかなとも思っちゃいますし、だからサイズ的にもちょうどいいですし水も節約できると思います。であれ普通に服とかも洗えるんで何着かだけ洗いたい時とか、あとまあ汚くて自分の衣類とは一緒に洗いたくないっていうものとかに結構いいかなって思います。母の日も近づいているので皆さんのお母さんへのプレゼントの参考になったら嬉しいです。皆さんも何か変わったもの、面白いもの買ったことがあるよっていう方はぜひコメントで教えてください。今日はこんなすごいゆるい動画なんですけど、あのでもお母さんのなんか欲しいっていうのは常にあるので、今回初めて撮るんですけどまたなんか変なもの買ったら紹介してみたいと思います。ではでは今日の動画はここまでです。面白いと思ってくれた方はぜひぜひ高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。他にも毎日 Facebook、Instagram に中国語と日本語で、また YouTube とは違った情報を発信しているのでそちらもぜひぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。動画の字幕、翻訳の方を募集しておりますので、もし手伝ってあげてもいいよっていう方はぜひぜひご連絡ください。ありがとうございます。